涙の告白。神宮寺と騎士の絆が試されたその瞬間とは将君神、騎士君の絆もまた永遠です。神宮寺勇太と岩勇太の絆は、運命的な出会いから始まりました。彼らが初めて会った瞬間から、何か特別なものが芽生えていたのです。騎士君が最初に神君に話しかけたそのタイミング、それはまるで運命が彼らを引き合わせたかのようでした。 右与曲折を経て、二人は共にナンバーアンダーライン愛として活動するようになりました。彼らの関係は、単なるビジネスパートナーではなく、深い友情と信頼で結ばれています。彼らの絆は、時間と共に、ますます強固なものとなりました。翔くんも含めた三人の関係性は、まさに相思相愛。講ともに支え合い、助け合う姿は、ファンにとっても感動的であり、尊いものです。 彼らの絆を大切にし、いつまでも応援していきたいと思います。W ユータの絆は永遠です。翔くん、ジン、キくんの絆もまた永遠です。ナンバーアンダーライン愛は最高で最強のグループであり、その結束力は他に類を見ないものです。人生の中で、こんなにも深く結ばれた仲間と出会えることは、本当に素晴らしいことです。 私も W ユータの絆が永遠に続くことを信じています。中学生の頃から一緒にいる彼らは、お互いをよく理解し合っています。そのため、ナンバーアンダーライン愛の3人の息の合ったパフォーマンスは、見ている者にとっても癒しと笑顔をもたらします。2人が近畿のモノマネをしたり、BYC のショートムービーでふざけたりする姿は、本当に楽しそうで、息がぴったりです。 そんな彼らの姿をこれからも見続けたいと思います。三宅くんとの船仮説が浮上しましたが、実際には彼らはとても仲が良く、互いに尊敬し合っています。三宅くんもまた、翔くんやナンバーアンダーライン愛のメンバーたちをとても大切にしています。人見知りの騎士くんが、神くんに自ら話しかけたのも、彼らの深い絆があったからこそです。これからも彼らの絆が続くことを願っています。 そして、どんな困難が訪れようとも、彼らは共に乗り越えていくでしょう。彼らの姿を見ていると、前世からの縁を感じずにはいられません。彼らはまさにソウルメイトであり、魂でつながっているのです。W ユータの絆は永遠に不滅です。彼らの関係は、夫婦や兄弟のようなものかもしれません。お互いがお互いを必要としている、唯一無二の絆があるのです。 JR からプリンス、MR. プリンス、キングプリンス、そして現在のナンバーアンダーライン愛まで、彼らの絆は変わることなく続いています。この3人がいなければ、ナンバーアンダーライン愛は成り立ちません。これからも彼らを応援し続けます。そして、彼らの成長とともに、我々ファンも共もに歩んでいきましょう。彼らの絆を見守り、応援することは、 私たちにとっても大きな喜びであり、誇りです。また、彼らの絆の背後には、多くの努力と試練がありました。彼らは共に数々の困難を乗り越え、涙を流し、励まし合いながら成長してきました。その過程で築かれた信頼と友情は、何者にも変えがたいものです。彼らが共に歩んできた道は、決して平坦なものではありませんでしたが、そのすべてが彼らを強くし、 絆を深める要因となりました。特に、W ユータの絆は、他のどの関係とも異なる特別なものです。彼らはまるで兄弟のように、お互いを理解し、支え合っています。騎士君が神君に対して抱く深い愛情は、時には神君を戸惑わせることもありますが、それもまた彼らの絆の強さを示しています。二人が共に笑い、共に泣き、共に歩んできたその姿は、 ファンにとっても感動的であり、励ましとなっています。彼らの絆がどれほど強いかを示すエピソードの一つとして、東京ドームでの出来事が挙げられます。神くんが岸くんの名前を叫んだその瞬間、ファンは感動の涙を流しました。翔くんが泣いている時も、いつも W ユータが寄り添い、支え合っている姿は、最高のチームワークを感じさせます。この三人の関係性は、 他に類を見ないものであり、ファンにとっても誇りです。さらに、彼らの絆は単なる友情やビジネスパートナーシップではなく、深い尊敬と信頼に基づいたものです。彼らが共に活動することで生まれるシナジーは、見ているものに感動を与えます。彼らのパフォーマンスやエピソードを通じて、私たちファンもまた、彼らの成長と絆の強さを感じることができるのです。また、彼らの活動は、 ファンにとっても大きな癒しと励ましとなっています。彼らの笑顔やふざけ合う姿は、見ているものにとっても元気の源となります。彼らの関係性がこれほどまでに強固であることは、彼ら自身の努力と信頼関係に基づいているのです。これからも彼らの活動を見守り、応援し続けることが、私たちファンにとっても大きな喜びであり、励ましとなります。 彼らの絆がこれからも続くことを願いながら私たちも共に成長していきましょう。そして彼らの未来がさらに輝かしいものであることを信じてこれからも応援し続けていきたいと思います。彼らの絆と成長を見守りながら私たちも共に歩んでいくことがファンとしての最大の喜びです。彼らが深い絆を築くためにしてきたことは非常に多岐にわたります。まず第一に挙げられるのは 共に過ごす時間と経験の共有です。中学生の頃から一緒にいた彼らは、学校生活や練習、そしてステージでのパフォーマンスを通じて、数々の思い出を共有してきました。共に過ごす時間が長いほど、お互いの考えや感情を理解しやすくなり、自然と絆が深まっていきます。また、彼らはお互いに対して常に尊敬と信頼を持ち続けてきました。 キシ君が神君に自ら話しかけたその瞬間から、彼らの関係は特別なものとなりました。お互いの才能や努力を認め合い、尊重することが、深い信頼関係を築く基盤となったのです。彼らは互いに励まし合い、困難な時期を共に乗り越えることで、さらに絆を強めてきました。さらに、彼らはコミュニケーションを大切にしてきました。どんなに忙しい日々でも、お互いの話を聞き、 意見を交換する時間を大切にしてきました。特に、重大な決断や困難な状況に直面した時には、何度も話し合いを重ねてきました。こうしたコミュニケーションの積み重ねが、彼らの絆をより強固なものにしてきたのです。また、彼らは共通の目標を持ち続けてきました。ナンバーアンダーライン愛としての活動を通じて、ファンに感動を与えることや、 自分たちのパフォーマンスを向上させることを目指してきました。共通の目標に向かって努力することで自然と連帯感が生まれ絆が深まっていきます。さらに彼らはお互いに対して感謝の気持ちを忘れませんでした。どんなに小さなことでもお互いにありがとうと言い合うことで感謝の気持ちを伝え続けてきました。感謝の気持ちを伝えることは 相手に対する尊重と愛情を示す重要な方法であり、彼らの絆をさらに強める要因となりました。彼らが深い絆を築くためには、時には困難な決断をしなければならないこともありました。しかし、そうした困難を乗り越えることで、彼らの絆はさらに強固なものとなっていきました。彼らは共に泣き、共に笑い、共に歩んできたその過程で、他にはない特別な絆を築き上げてきたのです。 最後に、彼らの絆の強さと、その背後にある深い友情と信頼を感じることができたなら、この記事の目的は達成されたと言えるでしょう。彼らの未来が輝かしいものであることを願いながら、これからも応援し続けていきたいと思います。そして、彼らの成長と共に、私たちも共に成長していきましょう。この物語を通じて、彼らの絆の強さと、 その背後にある深い友情と信頼を感じていただけたなら幸いです。彼らの未来が輝かしいものであることを願いながら、これからも応援し続けていきたいと思います。そして、彼らの成長と共に、私たちも共に成長していきましょう。